あさみさんってお給料いくらもらってるの？どうせ月1000円くらいでしょ。働いてる意味あるの？お給料なんて人に言うことじゃないよね。つまり言えないくらい少ししかもらってないんだ。普通にもらってるよ。でもいっぱい稼いでたら言えるでしょ。そういう問題じゃないと思うよ。ももこね、今月から月100万円稼ぐことにしたから、あさみさんの600倍だよ。真面目に頑張ってるあさみさんを軽く超えちゃってごめんね。1000倍ね。その6はどこから出てきたの？そうだったかも。ももこさんって今までお仕事してなかったよね。突然働き始めてそんなにもらえるの？ももこくらい有能なら楽勝。てかさ、あさみさんの能力が低すぎるんじゃないの？もしかして会社で遊んでた？人生のメリーゴーランドしちゃったの？遊んでるわけないでしょ。会社を遊園地と勘違いしてる。でも、ももこでも100万円稼げるんだよ。あさみさんずっと働いてたのに少ししか稼げないって。ねえ、さっきから考えてたんだけど、ももこさんの仕事って。え？教えてほしいって？しょうがないな。じゃあ情報料500万円ね。あ、え？ 500 万円？当たり前じゃん。情報がタダで手に入ると思ってんの？いや、情報はいらないかな。は？いらないの？だってヤバそうな匂いがするもん。ヤバくない。これだけは絶対に本物なの。本当に本当に本当なの。ちなみに今どれくらい稼げてるの？まだ稼いでないよ。え、じゃあいつ稼ぐの？今でしょ。だってさっき情報買ったばっかりなんだもん。すぐに稼げるわけないじゃん。そんなこともわからないとか脳みそパッパラパーじゃん。やーい、お前の脳みそ遊園地。じゃあまだ本当に稼げるかわからないんだよね。ああ、桃子の渾身のいじりをスルーしやがって。わかるったらわかるの。あんまりムキにならないで。それ最近流行りの情報商材だよ。違うったら違うの。もうさっきから何？そんなに桃子が稼ぐのが許せない？許せないとかじゃなくて心配してるんだけど。もういい。あんたに話した桃子がバカだった。反省した。それより情報商材に騙されてる方を反省してくださいよ。うるへえ、情弱おばはんは黙ってろ。 IT 企業で働いてる私が情弱？私はあさみ。 IT 企業に勤めるワーママで、お給料はそれなり。遊園地で働いているわけじゃないよ。私が遊園地で働いていると勘違いしているのはママ友の桃子さん。子供たちが通っている子供園ではちょっと頭の弱い人ってことで通ってる。1ヶ月前の親子遠足で山から出てきた鹿を見て馬がいるって言い放ったのは子供園ではもはや伝説。基本的には面白い人なんだけど、お金が絡んでくるとめんどくさそうっていう私の予感は的中した。聞いて聞いて、昨日だけで10万円稼いだの。マジで？マジで？いやー、桃子頑張っちゃったよ。昨日だけであさみさんの月給の83倍。私の月給いくらだと思ってるの？1000円でしょ？1000円ではない。じゃあ100円？なぜ下がった？だってあさみさんって脳みそに草とか生えてそうだし。草生やすのは語尾だけにしといて。それでね、この話続けるのか。昨日だけで10万円稼いだの。正しくは198,962円だけど。それって20万って言わない？細かいとこはどうでもいいの。とにかく10万円稼いだからこれはいけるって思ったの。というと？つまり1ヶ月で59万稼げるってことでしょ。1日10万円なら300万かな。計算間違いくらい誰でもするよね。もう何も言うまい。1ヶ月で300万円も稼げるから、ちゃっちゃーん。え、これって？そう、ヘルメスのバキンよ。しかも黒子。ヘルメスのバキンね。そうやって言おうとしてたの。ちょっとボケただけってわからないかな。そうなのね。そんなのもわからないから出世できないんだよ。それでね、これ500万円もしたの。500万？あさみさんは一生買えないよね。桃子は月収300万の女だから、こんなすごいものが買えちゃうの。でもまだ20万しか稼いでないんでしょ。足りない分はどうしたの？初めてのセコム。うん、アコムね。そんなにちゃんとしたとこから借りれたの？これもボケだし、アコムは断られたから違うとこから借りたけどさ。そうだよね。もうさっきからうっさい。ああ、わかった。自分が買えないからって嫉妬してるんだ。貧乏人の嫉妬って怖い。別に。嫉妬で狂いそうになってるあさみさんに桃子が稼ぎ方教えてあげよう。本当に大丈夫だから。遠慮しなくて大丈夫。今なら500万円で教えてあげる。本当にいらないから。やり方はね、パソコンでポチポチポチってするだけ。どう？簡単でしょ？全然わからないんだけど。
こんなに分かりやすく教えてあげたのに、なんで分からないかな。やっぱり脳みそサナダムシに食べられてるんだね。してません。それじゃあ情報料500万円ね。明日でいいから。払うわけないでしょ。そんな態度取っちゃっていいのかな。ママ友みんなに言いふらしちゃおうかな。桃子、これでも友達多いんだよ。何を言いふらすつもりですか。あさみさんがお金を返してくれないって。いつ私がお金を借りたんですか。今、情報料の貸しだよ。大した情報じゃないですよね。桃子が1日で10万円稼いだ方法、大した情報じゃないだなんて。情報は大切なんだよ。パソコンをポチポチなんて。違う、パソコンをポチポチポチだよ。同じじゃないですか。同じじゃないの。とにかくお金返してよね。明日払わなかったら言いふらしてやるから。それだけ言うと桃子さんからの連絡は途絶えた。500万なんて大金払えるはずがない。それも明日なんて。私はそのまま桃子さんの主張を無視することにした。すると翌日の夜から桃子さんから鬼のような連絡が来るようになった。なんで昨日お金払ってくれなかったのかな。ママ友みんなに言いふらされたいとか。だって払う意味がわからないもん。だから情報料なんだってば。早く払って。払いません。じゃあ言いふらしちゃうからね。ああ払わないせいで大変な思いをするのは娘ちゃんなんだけどな。娘は関係ないですよね。あるある。脳みそパッパラパーなママを持つと大変だな。パッパラパーなのはそっちでしょ。ああ、そうやって桃子に反論していいのかな。娘ちゃんに何があっても知らないよ。やっと桃子の言うこと聞く気になった。でもそんなお金払えません。借金したらいいじゃん。あさみさん毎月1000円稼いでるんでしょ。だから10年で500万くらい返せると思うよ。毎月1000円の返済なら400年以上かかると思うんだけど。だから桃子に反論しないでいい。あさみさんと娘ちゃんの運命は桃子にかかってるの。桃子の機嫌取っといた方がいいと思うよ。ごめんなさい。でも500万なんて大金払えないんです。わかった。じゃあママ友全員にあさみさんがお金返してくれないって言いふらすからね。覚悟しといてよね。その翌日、娘を子供園に連れて行くと周りのママさんたちの様子がおかしかった。私と娘を見てひそひそしてるんだ。急いで桃子さんに連絡を取るとみんなに教えてあげたよと言われた。もう許せない。被害が私の大切な娘にまで及ぶことを分かって言いふらすなんて。しかも私が悪いわけじゃないのに。私は桃子さんへの仕返しを決意した。なんか最近さ、ママ友のみんなが冷たいんだよね。ただの屍のようだ。ドラクエじゃねえよ。それですけど。切り替え早っ。桃子さんに500万円返さなきゃいけないと思ってママ友のみんなにお金を貸してほしいって頼んだんです。やっと返す気になったよね。もちろん理由を聞かれたので桃子さんに情報料を渡すためって話しました。は？いや待って待って、なんで桃子の名前出すの。当たり前でしょ。お金を借りるときは用途を説明するべきだもん。そのせいで桃子がシカトされてるんだけど。それは私のせいじゃないよね。お前のせいだよ。情報料としてお金を請求するのが問題ないなら言いふらしても大丈夫でしょ。問題だらけだよ。おかしいな。お金返すって言ったら喜んでくれると思ったのに。そこまで話すことないでしょ。え？じゃあお金返さなくてよかった。ちげえよ。なんで桃子のことまで言っちゃったの。もう桃子ママ友に顔見せできない。顔向けかな。だから上げた足掴まないで。上げ足取るなって言いたいのかな。ああ大丈夫、ママ友に会わなくていいようにしてあげたから。次は何をしたの。今のうち旦那が桃子さんの家にお礼参りしに行くところだから。桃子脅すつもり。そんなことしても無駄なんだからね。無駄かどうかは旦那を見てから言ってね。絶対に無駄なんだから。そうそう、うちの旦那って自衛隊やってるゴリマッチョなの。ゴリ？逃げられると思わないでね。暴力ダメ絶対。しないしない。ちょっと娘を溺愛してる旦那が桃子さんの旦那さんとお話しするだけだから。なんで桃子の旦那が出てくるの。だって桃子さんお金持ってないでしょ。セコムで借りたらあるもん。アコムね。アコムからは断られたんじゃないの。今度こそ貸してくれるはず。だからお金はあるもん。無理だと思うよ。今の桃子さんみたいな状態の人をお金がないって言うんだけど。分かってくれた人。
ガキンチョ扱いしないで。お願い、旦那にだけは言っちゃダメ。桃子さん、慰謝料払えるの？払える。桃子にかかればちょちょいのちょいなんだから。本当かな。何が言いたいの？もう気づいてるんじゃない？あの情報は詐欺だってこと。詐欺じゃないもん。明日になればまた稼げるもん。私なりに調べたんだよね、パソコンをポチポチで。は？いやー、それで情報商材がヒットしちゃったの。笑っちゃった。あの情報商材、最初の1日だけ稼げるみたいだね。稼げた人が新しい人に情報商材を勧めるから、さらに詐欺師は儲かるシステムみたい。だからさ、もう稼げてないんでしょ？昨日と今日は稼げてないけど、明日になったら稼げるの。そうそう、それも手口の一つみたいね。突然稼げなくなった人がもう一度稼ぐためにシステム使用料を払い続けるっていうね。じゃあ桃子はスズメにされてたの？いい、カモにされてたみたいだね。そういうわけで桃子さんは慰謝料払えないみたいだから、旦那に話をつけてもらうね。やだやだ、桃子を許して。無理。なんで？私の大切な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 スイートエンジェルちゃんを傷つけようとしたからね。それに脳内エレクトリカルパレードは痛い目見ないとわからないと思うの。脳内エレクトリカルパレードって桃子のこと？それ以外誰がいるの？あさみさん。なわけ。脳を某有名なネズミに食い尽くされてる人は面白い発想するね。ネズミマウスのこと？それじゃネズミネズミでしょ。とにかく旦那さんをこっちに来させないで。その前に言うことないの？地獄の沙汰も金次第。よく穴あきのお味噌でそんな言葉知ってたね。でもお金じゃ許しません。じゃあどうしたらいいの？常識をママのお腹に置いてきちゃったみたいだね。とりあえずママのお腹の中からやり直しといて。はい、ってできるかい。じゃあ旦那さんにこってり絞られてきてね。お願いだから許してよ。また明日子供園で会いましょうね。離婚されなければの話ですけどね。離婚だけは勘弁してください。なこと言われても知りません。ということで、そのまま桃子さん宅に旦那が突撃。逃げようとする桃子さんを捕まえて説教したみたい。そのまま私の名誉毀損の慰謝料の話もしてから解散。情報商材や金銭トラブルのことを初めて知った旦那さんは、その場で桃子さんに離婚を言い渡したんだって。翌日から子供園で桃子さんを見ることはなくなった。情報料やバーキン代の借金と、これから払う慰謝料や養育費で首が回らなくなった桃子さんは、ここでは言えないところで働き始めたんだって。どうやらお金を借りたところは悪徳業者だったらしく、働いても働いても利子しか返せないみたい。その後の私はというと、ママ友との関係も元通り、仕事も順調にやってる。簡単に月300万円稼げる仕事。そんなものが存在するなら今頃みんなやってるよね。みんながやってないのが実在しない証拠ってことで、今日もバリバリ仕事頑張ります。